はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。先ほどのお話のちょっと続き追記をさせていただこうかなと思いますが、ああこっち来ちゃったか、お触りとかね、要求とかごめんなさい、もうね、ほとんどないの でこれからもうなくなっていきます。そういう禁止行為はね、徐々に減ってってるし、業界の流れとしても減っていくことがまあ予想されると。だから心配いらないんだけど、稀に、そういうことがあった際どうしたらいいかっていうことと、それがまあ、稀であっても、危険なことだったりする場合もあるからね、どうやって対策したらいいんですかっていうのを知りたいと思うから、これからセラピストになる方ね、お話しさせていただいております。なので前回の動画でほとんど喋っているんですが、まず1点は、意外とね、どんなお客様であっても満足感を提供できれば、要は癒しとか優しさとかね、寂しくないように振る舞ったりとか、したら嫌なことというかね、要求とかって減ったりもするんですよ、実は。なので、より一生懸命接客する、施術する、より優しく接客施術する、ね、より相手の立場に立って、物事を考えながら、時間を過ごすってことをやっていたら、それが相手に伝わった時にね、あ、この子に悪いことできねえなってなったりもします。それね、結構そうです。すごく親切に、すごく心のトゲを抜いてくれようとしてくれて、自分のこと考えて気遣ってくれる方に、悪いことできないじゃん、基本的には。そう考えると、やっぱり一生懸命、積極施術をするってことも、対処方法になるんですよね。それはそれで全く逆の方面からの話ですけれども、意識したらいいし、例えばたまに出しますけれども、楽しませつつ、お断りするとか、喜ばせつつお断りするとか、そういうのも、今日明日、ね、昨日デビューした方ができるとは全く思わないですけれども、新人さんでね、それが3ヶ月半年1年って経っていくうちに、そういう対処方法も身についていきますから、そういうのも身につけた方がいいんじゃないかなと思いながら仕事したらいい。だから今日はこう言ってみようとか、明日はこう言ってみよう、あ、意外とこういう立ち回りしたらお触り減ったなとかね、そういうので気づいていったり成長していったりするし、やっぱり癒されたくていらしてるわけですよね。で、何かそういうのが足りなかったりとか、まずくっついたりとかっていうのもそうなんですけれどもね、こちらから包み込むようなマッサージが提供できれば、わざわざお触りしようと思わなかったりするお客様もいらっしゃいます。それがもう遠く離れてお触りを怖がりもうそれこそ印象としてはよ、汚いものを触るようにちょ離れて、臭いもの、いや、そんなことないけども、印象で話しましたけど、そういうことで施術してたらさ、やっぱりなんだよって、もうちょっと触ってよって、もっと抱きしめてよみたいな、子供がね、お母さんに抱っこ抱っこって言うようにね、もうちょっとでなるものじゃないですか。なのでね、それはそれで意識したらいいし、ただ判断に迷ったらさっきも言ったけど中断中止でございますな。で、特に新人時代っていうのは分からないから、自分でどんなものかって分からない、迷った時これいいのかな、ダメなのかなっていう時はもう中断しますよ、ね、ストレートに言ってもいいですよ。危険度が低かったとしたら、もう危険な場合はもう離れて走って逃げるぐらいでいいと思いますけどね。でもどうかなっていう時はもうこれ以上だったら中断しますよって、お店に電話して、対応してもらいますよって言ってみてもいいですよね。そしたら、ああ分かった分かった、もうちょっと待ってくれそれはっていう風になる場合もあるしね。あと急にセラピストさん、店長さんかが来れないような状態、出張行ってるとかね、いろんな事情があるでしょう。女性店長さんが
オーナーセラピストでね、自分も施術入っちゃっててとかっていうのもあるでしょうし、いろんな事情があると思うけど、それはお店で決められた、対処方法で、やられたらいいと思うし、例えば一人でやってるようなところであれば、セコムのボタンとか置いてたりとかするところもあるしね、うん、なので、臨機応変に、ただ我慢して続けることはない、もう離れて、様子を見るとかね、指示が来るのを待つとか、そういうのでもいいと思うし、やってみてくださいな。うん、あとさっき冒頭言いましたけど、やっぱこういう流れになってますので、メンズエステ業界もね、しっかり線引きができるお店が増えてきます。ですので、お触りしちゃうような方は、業界は利用できなくなるような流れになってるじゃないですか。そう考えたら、今が、ね、しんどい思いしてても今が一番しんどい時期かもしれないし、全体の流れとしてはね、でお客様もやっぱり癒しというものが必要ですからね、人生において、であればルール守んなきゃいけないなって、今までは何でもありみたいなところだったけれどもっていうふうに思う方も増えているようでございますので、安心してお仕事できるんじゃないかななんて、思ったりもしますけれどもね、ちょっとガタつきます、ガタガタします。よいしょ、でもね、意外とね、さっき言わなかったっけ、スペシャルセラピストって言って、東京から来てたりとかする、スーパーなスペシャルなセラピストさんとかね、あとは、うちでもエース級の方たちっていうのは、意外と NG っていうね、お客様、その A というお客様を A さんは私はもう受けませんっていうのは少なかったりするんですよね。で NG にするっていうのはお客様をね、もうちょっと対応しきれませんっていうのは遠慮なく言った方がいいし、それはまあセラピストさんの権利というかね、実際見てないわけだから店長さんは、うん、なのでどんなことが行われてるか、どんな風に大変なのかっていうのはご自身でしか分からない部分があるので、大体は予想しますよ、各セラピストにもしつこく聞いてますからね、僕はどうだったどうだったってね、カルテというかね、報告 の連絡もあるし、うん、なので、NG はしていいんだけど、やっぱり身についていくんですよね、楽しませつつ、さっきの話ですけれどもお断りするとか、癒しつつ禁止行為はさせないとかね、それは身についていくもので、どんなお客様が来ても一定の満足感、楽しさ、ね、癒しを提供しながらルールは守っていただけるっていうセラピストさんになっていけるんですよね、これが。なのでそこは目指したらいいと思うしね、だから人気になるから、全てを許してるとかね、人気セラピストは抜いてるおさわりを許してるっていうわけではないですからね、なので、本当にそうですよ、楽しませつつ禁止行為はダメだよってしっかり言い方変だけど叱ってあげるとかね、うん、そういうのもできるようになっていくと思うから、それができるようになったらなかなかグレードの高いセラピストさんですが、お客様を上手に、ルールの範囲内で満足させられるっていうね、そこを目指されたらよろしいかと思います。ちょっとね、移動中で、もともと喋りは下手なんですけれども、失礼しました。